新川は愛知県名古屋市とその周辺を流れる庄内川水系の河川。江戸時代に改作された人工河川で、それまで庄内川に流れ込んでいた複数の川の水を名古屋西部から逸らし、増水時には新川荒井関を通じて庄内川の水を迂回させる目的で作られた。一級河川であるが、平成18年1月に特定都市河川にも指定されていて、 新川新井関ともに、愛知県が管理を受託している。愛知県名古屋市北区、西区と北名古屋市協会の地蔵川と新井関の合流点から下流が新川である。清須市、甘市、大春町を通って、名古屋市中川区で伊勢湾に注ぐ。基本的に、庄内川の西側に沿って流れており、中流の豊か公共付近、川口付近では隣り合っている。 ところどころで屈曲している自然河川の省内側とは対照的に人工河川である新川はほぼ直線で河口まで通じている。途中で大瀬川、五条川等の多数の小河川を集めている。上流、下流部は住宅地帯、中流には工場地帯も点在している。江戸時代のこの地帯は 庄内側に一気に中小河川の水が流れ込み、洪水の上習地で、名古屋の城下町はたびたび被害を受けた。これらの中小河川の水が、庄内側に集まりすぎるのを防ぐために、人工河川として掘作されたのが新川である。幕府から援助を受け、尾張藩と地元農民が協力して完成した河川である。1700年代の後半、庄内側右岸で生活する住民は、 清ヨ十四家村総称や、寺の村の庭吉道を中心に、尾張藩に対して庄内側の治水を求める、単元運動を展開。庄内側の分水工事を実現して、治水問題を解決しようと藩主に、自家断藩する者が現れ始めた。当時の尾張藩勘定奉行である、水野和幸衛門は、当時の藩主、徳川宗近に、 憲白書を提出し具体的な方法と予算を示し、治水工事を嘆願した。しかし、当時藩の財政が急乏しており、藩主は工事の実行に反対した。しかし、安永8年の省内側の大洪水に直面し、名古屋の町内にも浸水被害が起き、徳川宗地下はついに工事の決断をし、藩主近次の瞳屋衛門と水野和幸衛門にその担当を命じた。 しかし、水害の復興などで費用がかさみ、藩の財政状況はますます悪化する一途であった。治水工事には、藩の1年分の収入でも間に合わないが、工事を途中で中止させることのないよう莫大な費用をわざと減額した予算を提出し、天明4年終わり藩と幕府の承認を得て着工が認められた。工事は、現在の新川橋付近の河原家の新田省や役、 伊藤昆在門宅に本人が置かれ実施。工事は、安島村内の庄内川右岸堤を一部低くし、そこに荒井関を作って庄内川の水を分流し、大瀬川や大仙川、五条川などを合流させて、伊勢湾まで約 20km に及ぶ川を掘ろうというもので、荒井関から伊勢湾に至るまで200カ所以上の地点に分け、同時着工、特貫工事という方法で掘削した。 なお、瞳、水の両名は工事途中で予算の過小申告が発覚し、降格などの処分を受けたが、終わり班は工事が完成するまで続行させた。最終的には、総工費40万両以上を費やし、天命7年に竣工した。下流川の河谷津橋から望む五条川と新川との合流部新川の掘削により名古屋の洪水は減った。だがこの川ができると、 今度は、新川沿いの村々が、洪水の被害を受けることも多かった。昭和初期に、新川、庄内側の堤防は改修され、洪水は減少した。しかし戦後の急速な市街地下により、雨水はすべて新川に流れるようになり、集中豪雨の土に洪水を起こすようになった。新川に、清須市内で合流する支流の水場川周辺では、 新川に放水できなかった内水による水害の補償を求める訴訟が起こされ、その結果、水場川と新川の合流地点には、裁判ごとに県営の排水機場が建設され、現在河口に3カ所が設置されている。2000年9月には、東海豪雨により、堤防が決壊し、名古屋市西区、同市北区、旧西辺和島町、旧新川町、旧清須町などが被害を受けた。 現在、許容水量の増加のため、堤防を改修し、春節中である。また、市街化を防ぐために、わざわざ駅の設置を見送った経緯のある中、お台駅平田橋梁館に植え、お台駅を開設して、東海豪雨の際の被害を拡大させてしまった。新川荒井関は、明治16年と東海豪雨後の平成13年の、改修を経て、現在に至っている。 将来的には、新川流域の洪水被害を軽減するため締め切ることとなっている。有水池を兼ねた水田地帯だった、この流域も、戦前から名古屋近郊であり、東海道本線や名古屋鉄道等の交通路に恵まれたこともあり、防石工場や食器工場、染色工場などの繊維工業が発達し、高度成長期には住宅地帯にもなっていった。 そのため、工業排水や生活排水が新川に流れるようになり、一時は相当汚染されていた。そのため、清須市河原家の地内を拠点にして行われていた犬山うかいの陶器練習場としては、昭和30年代の中頃で打ち切られた。しかし、最近では下水道の整備や合併浄化槽の普及により、汚染も少しずつ減っていて、上流には、 アユも戻ってきている。しかし、もともと、新川周辺は、名古屋の旧市街地を守る遊水池であるため、東海豪雨や伊勢湾台風等の大規模水害では、必ず浸水する地域である。ありがとうございます。